エチオピアのフルメンティは、キリスト教の聖人。東西教会のいずれにおいても、聖人の概念を持つ、諸教派で数形されている。エチオピアへのキリスト教伝道で知られる。ギリシア語からフルメンティオス、ラテン語からフルメンティウスとも転写できる。フルメンティは、シロフェニキアギリシャ人として、ティールスに生まれたが、幼少の頃に奴隷として、アクスム皇帝に売られ、アビシニアに移り住んだ。 宮廷の近くで成長するとともに、アクスム皇帝の地旗となり、皇帝の子の教師となった。後に皇帝の許可を得て一時帰郷した際に、アレクサンドリアに立ち寄り、聖大アタナシオスに会う。その際、アタナシオスから主教に女性されてアビシニアに戻った。以後、アクスム皇帝に先例を授けたのをはじめとして、多くのエチオピア人に伝道を行い、多くの聖堂を立てた。 エチオピア人たちからは、我らの父、平和の父と呼ばれた。エチオピアでは、新約聖書を現地の言葉に最初に翻訳したのはフルメンティであるとも伝えられている。アリウス派とアタナシオス派の論争では、ホモーシオスを支持した。コプト聖教会は、フルメンティの記念日を12月18日としており、一方聖教会は11月30日を、 カトリック教会は10月27日を記念日としている。ありがとうございます。